続いては毎日雄三、松岡修造さんのカレンダー、毎日修造の加山雄三さんバージョン考えてもらってますけども、はい、もう毎日修造っていう、毎日修造って口に出すのがもう恥ずかしい感じになってきたね。そろそろですかね。ああ、そうですね、毎日修造っていうのも恥ずかしいじゃん。もうそうですね、ちょっとね、みんなもいじってますもんね、それね。そろそろ、はい、そろかもしれないですね、はい、ラジオネームホバーハンド、毎日修造、自分の心の声に聞いてごらん。毎日修造、お前に心などない、俺以外の声も聞こえない、そういう手術を施した。怖いのよ。怖いんだよ。ラジオに看護アゴ、毎日修造、止まない雨はない。毎日雄三、死なない奴はいない、私はどんな手を使ってでも貴様を闇に葬る。さあ降り始めた、これがミサイルの雨だ。めちゃくちゃだな。人じゃないですよね、そういう人よ。いや違いますって。え、加山雄三さん、悠々散歩見てないの？いや見てますよ。そういう人だ。いや、それ全然そういう人じゃないですよ。優しい人でしょ。優しいおじさんじゃないですか。ラジオ長寿ギガジャクソン、毎日修造、脳がプルプル震えて喜んでるよ。毎日雄三、おい、この囚人の頭蓋骨外せ。電気を流して脳をブルブルさせる娯楽を次のパーティーで披露したいんだ。どういうことなんだよ、もう。怖すぎてわかんない、俺ら庶民には。いや、怖い。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ、毎日修造、僕は春夏秋冬いつも紅葉してる。毎日雄三、春夏秋冬いつも国を滅ぼしてるから飽きてしまったら、そろそろ釣りでもするか。そうね、最後の趣味だって言うからね。釣りはね、行き着くところって言いますよね。ラジオネームおまっとさんでした。不幸や不満は心を後ろ向きにさせるポイズン。毎日雄三、トリカブト？なんだこれ、猛毒なのか。昨日天ぷらで食ったけど何ともなかったぞ。人間じゃないから。人間じゃないんですか。もう人間ですらないですね。ラジオの長寿ギガジャクソン、毎日修造、家族は史上最強の味方だ。毎日雄三、俺を撃ったらお前の母親に当たるぞ。家族は史上最強の盾だ。最低だな。最低ですね。怖いね、本当に。ラジオネーム満腹亭稲荷、毎日修造、偶然やラッキーなどない、掴んだのはお前だ。毎日雄三、偶然やラッキーなどではない、貴様が我が甲信丸の海図を盗み、亡き両親の復讐を果たそうとしていたのに、俺様が気づいてないとでも思ったのか。父親に似て無謀な男だ。父親と同じようにアナルドリル攻めで快楽のうちに死ね。優しい。優しいっすかそれ。ラストぐらいかな、まだかな。ラジオネームおまっとさんでした。毎日修造、自分の心の声に聞いてごらん。毎日修造、人が拷問を受けている叫び声は iTunes に売ってるかな。すげえな、すげえな、ぐらいかな。